24 hours online festival by Jaws Eugene. Jaws Sonic. Jaws Sonic. And Midnight Jaws 2020. Rave up. お願いします。はい、皆さんこんにちは。スキー編集部の大谷ビサです。ご無沙汰しております。皆さんお元気でしょうか。今晩はですね、お蔵入りのネタ、今夜解禁、N と K のキーマンが AWS で描く未来を語り尽くすで投げようって感じなんですけれども、ネットワーク上手の、イベントですね、里見さんと大橋さん、モデレーター大谷で、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで早速いきたいと思います。ちなみに今日ほらこの T シャツいいでしょうっていうことで自慢する機会がなかったんでようやく自慢できたなっていう感じなんですけれども、今回のイベントの趣旨ですね、昔々お蔵入りしたジョーズ UG の記事があったとさということでですね、2017年にですね、 NTT 東のですね、当時ですね、里見さんと KDDI の大橋さんで通信事業者とクラウドを語り合うっていう記事がもうここまでできてたんですけれどもね、なんかいろんな事情でですね、お蔵入りしてしまって本当すいません。そう、3年経ってでもね、里見さんがちゃんと覚えてくれてるんですよ。これちょっともう一回やりましょうということで、リユニオンですよということでですね、今日お話をさせていただきたいなと思います。はい、じゃあ登壇者の方のご紹介ということで、まず里見さん、一応の記事の内容で過去の話を結構振り返っているので、そこのところをサマリーしてスライド作ったんですけど、まず里見さんどんな人なんですかっていうところで、はい、お願いします。自己紹介。はい、ネクストモード里見です。よろしくお願いします。この記事ですね、本当に私も、なんとか出したかったんですけれども、ちょっといろいろな大人の事情で出すことができませんでした。で、イビサさんには本当に申し訳ないと思っていてですね、なんとかいつか大橋さんともう一度対談をしたいというふうに思っていまして、今ちょうど7月からネクストモードの代表をやらせていただいてるんで、もうさすがにもう誰も自分が何を喋っても文句を言わないだろうということで。社長ですもんね、なんすもんね。もう好き放題喋るかなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチパチ。はい、次、KDDI の大橋さん。髪の毛がなんか随分茶色くなってますけれども、はい、よろしくお願いします。自己紹介。よろしくお願いします。KDDI 大橋です。私はこの記事になった時は、一応我々の、弊社の広報からはあんまり何も言われなかったんですけど、この記事本当に楽しみにしていたところもあったので、当時出せなかったのはとても残念だったなと思ってます。で、またこういう機会をもらえたので、なんかこの中で当時の話と、あと多分時間が結構経ってたりするので、そういう変化みたいなものも話せたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとここにプロフィールの話サクッとしようかなと思ってるんですけれども、もともと里見さんって NTT 東に入ったのってなんでなんですか。ここ自作パソコンの本格とか演劇専攻とかよくわかんない経歴書いてるんですけれどもサクッと。そうですね、パソコンはすごい好きだったんですけれども、その一方でまだなんかちょっとこう演劇の夢とかは諦めきれずみたいな中で、なんとなくこう流れ着いたみたいなところがありました。パソコンめっちゃ好きだったんで、サーバーとか帰ってすぐ研究所で、2500台ぐらい結局組んで、すげえな。ケーブリングするだけで指紋がなくなるみたいな、そういうことをやってて、そういう意味だとクラウドの走りみたいのをちょっと自分で頑張って VMware とか作った思い出がなんか懐かしいなみたいなことがあります、ね。なるほどね。大橋さんはでもあれなんですよね、なんかフリーランス時期が長いんですよね、結構ね。そうですね、9年半ぐらいフリーランスやっていて、その時はずっと本当にプログラマーだったんですけど、なんかそこからもう本当にその KDDI に行ってインフラに出会うっていうのは偶然でしかなくて、本当にプログラミングで生きてきた人間がなんか突然インフラに触るみたいな感じだった、うんうん、当時思い返すとちょっと吐き気を催すぐらい大変だったのを覚えてます、ね、でも吐き気を催すって記事書いた覚えがある。だから相当大変だったと思う。そうですね、うん。で、里見さんが AWS に出会ったっていうところの、ここに収支合わせるためっていう話をしてたんですけど、やっぱり結構コストだったんですよね、最初のサービスやるときにね。最初持ったサービスがもう本当にもうド赤字のサービスで、でオンプレで作られてたんですけども、1億ちょっとかけてたシステムで。ああ、数字言ってる。
追加投資しないとお客つかないし、客連れてくるとシステムの要件足りないしみたいな、もうなんか堂々巡りに入っていて、これはもう動画配信サービス、まあ当時クラウドでやるなんて無理じゃねえとか言われてたんですけど、もう一気に AWS で全部作っちゃおうということで、もうコストのもうお金に困ってしょうがないから AWS 使おうみたいな感じで最初は使い始めたみたいなのがきっかけですね。うんうん、で次に里見さん、もうあのジョーズ UG との出会いについてもちょっとお話聞きたいんですけれども、ジョーズ UG はその頃に入ったんですかね。そうですね、あの使い始めてしばらくしてから行き始めて、すごく覚えてるのがあのまあジョーズ、フェスタかなかなんかで、あのイビサさんが長谷川さんのインタビューを、単独インタビューをやったしてる。ベロベロに酔っ払ってる時、あの人。前の日もうすげえ飲んでたのに、なんか。本当朝から酒飲みながら、なんかこう、クラウドについて語ってる長谷川さん見て、いや、この人マジ面白いなと思って、本当は。ジョージ・ジーじゃなくて長谷川さんだったんですね。そうなんですよね。だから長谷川さんになんか追っかけて、それでまあなんか上手友人追っかけてみたら、なんかこう両方ちょっと上手友人といえば長谷川さんみたいな思い出があります、ね。なるほどね。大橋さんは最初がなんかアーキテクチャー支部だっていうふうに言って、なんか最初技術がそんなに別に詳しいわけじゃないんで、まずちょっとアーキから行くかって、それもちょっとどうすごいな、もう道だなと思ったんですけど。そうですね、はい、もともとアーキテクトとしてというか、まあ、プログラミングもやりつつ、インフラもやってたのもあったんですけど、結局そのなんていうのかな、AWS そのものにめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、インフラの概念自体をその4年間の間で理解していたので、逆に言うとそのインフラの立場から見に行くみたいなことができるのが、当時で言うとアーキテクチャ支部しかなかった、でもあとアーキは今もそうですけど、やっぱ議論を中心の会で小規模で行うので、すごい入りやすかったっていうのはありますね、はい、なるほどね。最初入った時どんな感想でした、大橋さんは。僕は結構やっぱ緊張しながら入っていたんですけど、あの他の勉強会が人数をめちゃくちゃ集めているところが多かったんですけど、アーキってそれこそ十何人とかっていう会だったんで、確か僕初回から喋ったような記憶があるんですけど、その当時からその懇親会みたいなのに行く、もともとその勉強会っていうと1次会に行って情報を聞いてくる会だったのが、なんか初めてそこで2次会というか懇親会に行って、で懇親会のなんか重要性みたいなやつを知ってみたいので、どんどん持っていくみたいな感じが、そこからスタートした感じですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。で次に2016年に結局里見さんと大橋さんってこうネットワーク上手を立ち上げる、自ら上手を立ち上げるってことになるんですけれども、これの経緯についてちょっとお話しいただければなと思うんですけど、里見さんちょっとお話しいただけます？そうですね、あのなんか、まあ、自分は上手、まあ、少しポロポロは参加してたんですけども、ちょっと大橋さんと印象はもしかしたら違うかもしれないのが、あのなんていうか、あの頃の初期の上手のコミュニティっていうのは少しなんかこう、あのまあ里見からすると方眼びいきの人が多いというか、なんかこうや割とこう MS が嫌いだったりとかオラクルが嫌いな人が多かったような気がして、まあ今もそうかな、あの多かったような気がしてわかんないですけどなんかちょっとですね、あのなんか若干入りにくいところがあったかなとは思ってたんですよね。でまあ、なんかさっきあの吉田慎吾さんが上手の東京支部でもあの誰でも登壇できるような状態でない時期があったみたいな話をされてましたけれども、ステータスみたいな感じ ね言ってましたよね。だからなんかネットワークの人間からするとちょっとやっぱり入りにくいところがあるのがもったいないなと思っていて、やっぱこうアーリーマジョリティというかレートマジョリティの人これからどんどん増えていくでしょうから、そんな時にもう少しエンタープライズの人も参加しやすいような、そういう上手っていうのをちょっと作ってみたいなと思って、まあ、ネットワーク上手っていうのを作ってみたっていうのが経緯としてはありますね。なるほどね。大橋さんから見てネットワーク上手の解説ってどんな意味あるんですかね。そうですね、やっぱりなんかさっき出てたのエンタープライズで当時なんですけど、あの AWS を堂々と使うっていうところがまだまだあの入りきれてない感じのもあって、うそういう意味であのなんだろうな、存在としてはやっぱエンタープライズ向けというか、今でこそ E 上手とかありますけど、その当時で言うとあのエンタープライズ入ってこれるすごい分かりやすい、通常の上手でなかったので、浮いた存在っていう表現があってるのか分かんないですけど、他とちょっと違う特殊な色が違う感じがするっていうのはあります。はい、で実際にほら記事を1回目の記事を多分重森がライターの重森書いてくれたと思うんですけど、やっぱなんかこうなんか IT エンタープライズの記者からするとなんか知ってるベンダーが登壇してる、なんかヤマハとかシスコとかジュニパーとか登壇してるネットワークの話で嬉しいぞみたいなのがなんとなくあったんですけど、やっぱそういったのは意図通りって感じだし、かつ NTT も KDDI もね、やっぱりあの通信事業者普段だったらガチガチやってるところは一緒に入ってるって、おおすげえこれ上手っぺーみたいな感じで
思ったんですけど、そこら辺あたりってのは意図通りって感じなんですかね、里見さん。そうですね、いや僕は KDDI の人と一緒にできるっていうのはすごく斬新で、いやすごいと思いました。なんかこれ会社に怒られるんじゃないかなとか思いながら、ちょっとまだあの頃こそこそやってたみたいな感じがありますね。僕あれですよ、ね、当時里見さんに呼ばれて NTT の中に行きましたかね、単身そうですね、初代の中でやりましたよね、打ち合わせ上から見るとこうループになってると言われてるビルでしょそうです、そうです。だから最後、リアルでやった最後の回とかがネットワーク上手、初代のオペラシティで第6回か7回かなの時にやったんですけれども、うん、あれは自分的には会社のこう設備を使ってできたっていうのはすごく嬉しかったですね。うん、最初やっぱりちょっとアンダーというかこう、はいはいはい、ちょっとアングラ的に始めた。アングラ的な、そうですよね、うん。こんなところで今だいたい10分なんですよ。はい。あ、早い。で、ネットワーク上手、実は何気にラスベガスでの開催が多いっていう、どういうこっちゃって話なんですけど、ちょっとこれ、里見さんに説明してもらった方がいいかな。なんでラスベガスって。そうですね、なんかその後そんなに僕らも緩く割と上手運営していて、なんか今日もしこれ聞いてる方でやってみたいなっていう方がいれば、そんなになんかですね、こうカリ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 、真面目に週1とか、まあ、週1はあれかな、月1とかやってる上手もあれば、すごく緩くやってる回もあって、割とネットワーク上手は緩くやってたので、そういう方もぜひ上手始めていただければと思う、参考にしてもらえばと思いますけども、まあ、やっぱり集まる機会がラスベガスだと一堂に、僕も橋さんもちょうどその日にはいるので、じゃ あ、まあラスベガスでというのはラスベガスでインベントというイベントがですね、 AWS 毎年秋にあるので、じゃあそのタイミングでやっちゃおうかということで、恒例でラスベガスでやるみたいなのが、なんかこう実は半分ぐらいがラスベガスでやってるんじゃないかなと思います。どういうことっていう会場みたいなね、異様な感じですよね、大橋さんね。すごいんですよ、会、まあ、結局部屋の中でやってるんですけど、よくもまあんなに日本人が集まるなっていう感じになってるぐらい、まあ、床にぎゅうぎゅう詰めで集まってるし、でネタもネタで結構本当にそのリインベント発表された内容をすぐに取り入れたりとか、パブリックビューイングしたりとかっていうので、なかなか面白くて、僕も本当に毎年楽しみでしょうがない会です ね、なんかね、はい、ここがね、ちょっとね、今年はないのが残念ですよね。はい、いや、もしかしたらあるかもしれないですよ。あるかもしれない。ちょっと楽しみだな、それは。はい、我々だけラスベガス。どんな形やねんと思って。ないのに行っちゃうみたいな、ラスベガスみたいな。よくわかんねえな、それ。はい。で、未来の話、今の話、未来の話いこうかなと思うんですけれども、はい。結局、里見さんはこの後に会社を作るっていう話で、クラスメソッドさんと一緒に、ネクストモードって会社を作るんですけど、多分、里見さんも、多分、コミュニティをすごくと出会って、こういった会社のところに行き着いたっていう話を聞いたんで、そこをちょっと深掘りしたいなと思うんですけど、里見さんがコミュニティから得たものってのはどんな感じなんですか、上手 UG。はい。やっぱりなんかこう上手 UG ってすごくオープンマインドで、みんながこうボランタリーに、まあ、全員今日もボランタリーで運営の方、配信班の方とか24時間張り付いてやっていただいてますけれども、みんな誰に言われるわけでもなく自主的にこの運営してるっていうのがすごいなというふうに思って、これもしかしたら会社っていうのもそういう組織であった方がいいんじゃないかなと思って、でそれがクラスメソッドっていう会社見てるとすごくこう自主的にみんなやっていて、まあ、例えばAWS の構築をするにもみんな手を挙げて自分から俺これやりたいですって言ってこうやっていくみたいな、なんかこれコミュニティみたいだなと思って、ここはなんか上手っていうところに出会ってなければ横田さんとも出会わなかったし、まあ、会社を作る、でそして会社の形もなんかこうコミュニティっぽい会社にするみたいな、まあ、才能ある人々のある意味でその献身というかボランタリーな気持ち、それを寄せ集まってこうビジネスにしていくみたいな、そういう発想は生まれなかったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。で、大橋さんの方は勉強会始めるんですよね、社外に向けた。そうですね、そこのちょっと取り組みをちょっと教えてください。はい、その後だと思うんですけど、まあ、僕自身もその AWS に勉強始めて外に出ていったことで、なんていうのかな、社内にない情報みたいな外に取りに行くっていう感覚があって取りに行ってたんですけど、なんか技術の勉強をするというよりも、外の人たちとつながって情報のパスを作っていくことで、なんか自分の中にどんどん新しい情報が入ってくるっていう新しい体験をしたんですね。うんうんうん、でこれこそが多分コミュニティの価値だと僕は思ってるんですけど、でこれと同じことを会社の中でやろうと思った時に、その自社の中にそういう技術でつながるようなコミュニティ活動っていうのをやってる人がいなかったので、であればもうやってしまおうということで、内向きの
テックインというものと、外の人たちとつながるためのテックオンという2種類のコミュニティを立ち上げてスタートさせるっていう感じですね。これ2つ内向けと外向け作ったってどう、なんか 理由があるんですか？ですね、元々は、まあ、なんか会社の後押しをなんていうのもそもそも会議考えてなかったので、我々は外の、つながりをっていうのを作るために自主的に、まあ、私自身を中心に始めたのは外向きでつながってたんですけど、どちらかというと、うんうん、外に行ってつながる人よりも内側の人たちの方がなんかつながりが薄かったりとかしているので、そういう内側の人たちのつながりを作るための活動として内側も作りましたっていう感じですね。うん、はい、そのコミュニティの効果というか、その実際になんか成果みたいなのが出てきたりしてます？そうですね、これはもう完全にその外の者たちを手に入れてるっていうことで、価値観の考え方みたいなのが変わってきたりとか、やっぱり、まあ、仕事してるとは言っても付き合いのあるベンダーの中で最新情報を手に入れてるだけど視野が狭くないと、それはやっぱ外に取りに行くっていうことで結構こう違う視野ができたりとか、まあ、なんか自分自身にこう学習意欲みたいなものがついてくるというか、大きな効果として出てるんじゃないかなというふうに思ってはいます。じゃあもう完全にコミュニティに学んだものを社内に持ち込んで、さらに外に発信していくみたいなことができているということですよね。そうですね、はいはい、もう時間がなくなってきたので、里見さん、そろそろあれ、このネクストモードでどういったものを、ことを目指したいのかっていうところ、先ほど自主性ってキーワードが出てきたし、コミュニティっぽい会社ってすげえ面白そうだなと思っていて、佐々木さんとの対談も記事書かせてもらったんですけど、どういったのをやりたいのかっていうのをちょっとお願いします。はい、やっぱりなんかこう上からの指示がなくても、次々になんかこう、新しいアイデアが勝手に出てくる、まあクラムソロカルチャーやってみるみたいなものがありますけれども、それをもう少しですね、クラウドに限らずネットワーク、あるいはもう少し、SaaS なんかも含めた広い経済圏の中で、みんなもう好き勝手に、アイデアを出してもらって、まあ、アイデアを出したのが社長が出したからとか事業部長が出したからじゃなくて、もうみんなで自由にやってほしいなというふうに思ってます。残り30秒ということで、はい、これからの、はい、大橋さんにちょっとまとめてもらいましょう。はい、僕ですか？はい、うん、そう。コミュニティへの期待、コロナ時代でいろいろ大変なんですけど、コミュニティってとてもいいことだと思いますので、オンラインでもできますし、皆さんいろいろ積極的に参加してコミュニティ活動していきましょう。はい、実は裏でコンパスのネットワーク上手のサイトが立ち上がってるかもしれないんで、皆さん